イベント決定。わしはまたギャレットさん、日にちが10月29日、はい、詳細とチケットは下の概要欄からチェックしてください。お願いします。お願いします。オラエスティ、どうしたんや。今回はターボーさんのアメリカでね、どうしてもやりたいと、いうことで持ってきました。アメリカの怖い話。そう、おアメリカって広いね。もうそのいろんな地方からね、目撃情報がすごい多発しているのがあって、 BEK っていうものをご存知だろうか。 BKB じゃない、バイク川崎バイク、いいやじゃない、ヒーヒーじゃないな。超高速でダリーことすんな。これ何の略かと言うと、ブラックアイキッズ。ブラックアイ川崎。違います。もうあ、もういい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 、あのサングラスかけた、ヒーヒー、うるせえ。黒い目をした子供たちっていう意味なんだよね。へぇー、まあ、黒いね。何が変化っていうと、白目が一切ないんです。やだ、先にね、この BEK っていうのをみんなにも見せていこうと思います。こちらの画像をどうぞ。うわ、気持ち悪い。これです。すごいな、とにかくこれの目撃情報が。消して、消して、もうそれ埴輪みたいな、きつい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 。でこの BEK の目撃情報は1980年ぐらいからこう各地で、最近なんだ、まあ、それぐらいから目撃情報がどんどん出るようになって、あるジャーナリストがいて、ブライアン・ベテルという人がいて、この人がスーパーの駐車場で車を止めてて、でスーパーから車に戻ります。車に乗りました。でそしたら BEK が現れた。で乗せてってほしいっていう、気持ち悪いじゃんそんなの。だから断ったのね。断った瞬間にドア強引に開けようとしてきた。BEK 来てんじゃねえ。 BEK 来てんだこれ。この BEK の正体っていうのが結構未だに不明で、エイリアン説だとか、普通にコンタクトレンズをした子供のただのいたずらなんじゃないかっていう説とか。そんな手の込んでたらしないだろ。さっきみたいに乗せてってとか結構要求するパターンが多いんだよ。この要求に応えたら絶対にダメ。そうなの。そうで、その要求に応えてしまった人の体験談っていうのが、それがめちゃめちゃ恐ろしい。2014年の冬の話。めっちゃ最近です。そう、最近、超最近で、ある夫婦が住んでたの。ガチはガチは、これガチは、うわ、深夜2時の話。吹雪がすごかったのね。それでノックする音が聞こえたの。あ、誰か入ってきたんだなと思ってドアを開けた。そしたら男の子と女の子10代ぐらい、子供が2人立ってた。まあ、この夫婦猫を飼ってるんだけど、猫4匹飼ってる。で、普段お客さんが来た時、この猫ってめちゃめちゃ人懐っこいのね。だから絶対こうリビングの方に4匹とも集まってくるんだけど、なぜか1匹も来なかった。でも奥さんはココアを作って振る舞うんだよね、子供に。でこのココアを届ける時に、その2人の子供が目が真っ黒だってことに初めて気づいた。そこで、でその子供は目が黒って気づかれた瞬間にトイレに行った。そのトイレに行ってもう気づいたらいなくなっちゃったっていう。これ何が恐ろしいかって、こっからなんだよ。子供がその消えた数ヶ月後に、お父さんが謎に鼻血をよく出すようになって、調べたら鼻が癌になってた。なんで？で、猫いたじゃん、猫、リビングに集まらなかった猫、はい、このうちの猫も体調を崩すようになったっていう、原因不明。それがもう奴らのせいだと。そいつらのせいかどうかわかんないけど、いろんな不審な点があったから、これなんか関係してるんじゃないかっていう。この夫婦はこの BEK をもう家に招き入れちゃったから、こういう悲惨な結果になってしまったんじゃないかって言われている。でもこの人だけじゃないのよ、 BEK を見たよっていう人が。俺が調べたところだと1000ぐらいは、え、1000件ぐらいはあった。 1000? BEK より怖いですけど。 BEK より怖くねえよ俺。 DDD まあだから皆さんもね、アメリカ行った際にもし BEK に遭遇してしまったら、絶対に要求を叶えてはいけません。これだけは、はい、固く言っておきたい。五郎さん、なんだその本当のやつ。まあ、アメリカにまつわる怖い話ということで、はい、まあ、あんま怖くはなかった。あんまり怖くなかったか、まあ、俺らからするならと、
ガチモンと一緒に生活してるから、うん、あんまなんかリアル感ないやつはあんま怖くない。まあ確かにちょっとお得におくと、お、うん、なんか作り話っぽいのもある。この後、僕たち用事がございますので空でも飛びに行きましょうか。あ、わー、空飛びますか。空を飛ぼう。空を。はい、ということで、今回ミンドルさんっていうね超大きい企業さんの元で、あとリムジンをチャーターしていただきまして、もうリムジン来てもうバチバチにちょっとまたニューヨークを満喫させていただこうかなと。うわー、もうこれやばいです、ビタビタです。今あのホテルで待ってるんですけど、プラザホテルって言って一泊うん十万します。うん十万、うん十万、うん十万、一泊でしょ。一泊うん十万、見たことないぐらい。天井だけ。あ、見てください、あの何や、あの柄、あの柄何、何見たことないんだ。キングスマンでしょ。キングスマン、キングスマンの要塞ですね。ということで行きましょうか。やばいっすね。行きます、行きます。お疲れ。お疲れ。行こうよ兄貴。ニューヨークいいね。最高だね。天井やばい。いやプラネタリウム、何これ。いや神が降りてきてる。ここですな。あれ、あ、ちょ、NG。 おい、NG、 おい、抜けろ。中はね、こんなになってます。運転席が近くにあって、ネオンが光っていて、この L 字ソファーがギラギラにあるっていう。うわー、えげつない。で、これ、けだものです。けだもの。けだものってなんだよ。見て、この景色。見てよ。うわ、やばっ。え、かっこいい、俺ら。どうも、コンコンマフィアです。あ、おいでやん。あ、でも、ね、もう、どうさ。めっちゃ僕うんこ言うやん。ホラーの動画が好きみたいで認めてもらいまして、今回この招待いただいてるんですけども、本当に日本で今一番お金持ってるらしい企業として。でしょうよ。いや、そんなところの人たちが見てくれてるっていうのもなかなかすごくない。それはえげつない。すごいことだから。 YouTube 夢ありすぎる。 YouTube のね、これが YouTube ドリームですよ。マンチ、マンチ。すいません、 YouTube ドリームなくなるんで、あの画面から消えてもらって。いいだろうが。うんこ、うんこ、うますぎんだろ。本物じゃねえ。すぐ習得するな、お前。タイムズスクエアに移動してきましたけれども、いよい来ましたね。なんと今回そのリムジンとか用意してもらってるウィンドルさん、はい、このタイムズスクエアの超でかい、一番目立つって言われてる広告を出してるんですね。こういう電光掲示板で。薄すぎない。ここにいてんの。それが出るみたいな。半端すぎる。ちょっと待ちましょうね。これっすよ皆さん、このもう意味わかんないスケールの電光掲示板に出してるぐらい大きい企業さんということですね。でへー、これ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 、でかっ、でかいな。これです。まあ今見てもらった通り、とんでもないスケールでして、現在国内人気ナンバーワンのミンドルさん。日本一、日本一です。日本一。ミンドルさんとかのね、おかげとかもあって、うん、ニューヨーク満喫させていただいている状況でございます。いや、素晴らしい会社です。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、なんとこのミンドルさんがいろいろとちょっとお金を出しまして、なんとハリウッド映画を作るみたいなんですけど、おー、ま、なんとですよ、はいはいはい、もしかしたら、SC のこの3人に出演させていただく。嘘でしょ。嘘や、マジで。それは嘘や。え、それは一番ドッキリしてる今。売れ子で言えないんですけど、本当にアメリカの超有名女優さん、はい、日本の超有名男優さん、を主演とかに使うらしくて。マジっすか。ちょっと待って、え、スケール違う。いや、ちょっと本当に皆さんのおかげで着々と登録者が伸びて、まあ、こういう感じでいろんなお仕事させていただいているという状況でございます。で、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、本日のね、怖い話シリーズなんですけれども、はい、まあ、ミンドルさんから言われてる一番アメリカで怖かった事件っていうのがありまして、おあるね、女優の M って、はい、M さんに約1000万以上ギャラ出して一緒に盛り上げていきましょうと、はいはいはい、言いまして、ニューヨークに呼んだみたいなんですよ。はいはい、1000万ですよ。1000万、相当よ。レクサス新品で買えます。はいはいはい、はい、なんだベンツとかも簡単に買えます。あ、そうですよ、はい、そのお金出しました。はいはいはい、お金やっていきましょうと、はい、言った、当日、はい、来なかったらしいです。嘘でしょ。頭おかしいやろ。1000万だろ。まあニューヨークっていうのはこれぐらい頭のおかしいスケールってことやな。そう、怖っ。おかしい、おかしい、おかしい。怖い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 。スケールに飲まれてる。ということで皆さん、まだまだこれからも、はい、ニューヨークでしかできないような都市伝説とかホラー、はい、いろんな企画やっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。
普段すぎる動画の女子クチュー、クチュー、ゲイさんのやつ。常識の壁など壊せよ、もしならば